本日は松本山雅対ザスパ草津群馬、国立競技場よりお届けしてまいります。さあ選手入場です。ラインナップです。勝者はどちらなのか。さあ間もなくキックオフです。今前半キックオフになりました。松本山雅対ザスパ草津群馬、エキシビションマッチです。解説七海さん、北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小柳、瀬川、コーナーキックのチャンスです。コーナーキック、ディフェンダー集中力いいですね。さあ前へ、これは取られます。前空いてる選手いますね。打った、ゴール先制。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。さあ群馬先制、1対0です。精神的なゆとりを持つことで視野が広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。なるほど。前を向かせないディフェンスをしてますよね。非常にプレス早いですね。小柳、ここで奪われました。前半の24分を回りました。小柳、ボールのこのパス、これはつながりませんでした。田中、ここはディフェンスです。受けます、ボールがつながる。かなりプレッシャーかけてますね。さあ裏のスペースを狙います。前線へのボール、これは取られてしまいます。青木へ、奪います。裏狙いましたね。瀬川、ボンハンチン、小柳、ボンハンチン、ここは通りません。瀬川、前を向けるか、前につないでいきます。青木、さあここで前半終了、試合はハーフタイムに入っています。前半から得点が動いています。
後半です。青木、瀬川、よく取りましたね。と取られてしまったか。ボンハンチン、これをインターセプト。田中、前線へ出す。長いボール縦へ、小柳。さあここでカウンター。このボールはカットされます。いいカットですね。小林、狙いますか。スペースを狙ってきます。坂井が打つ。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。武田修、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。抜けるか。4人入ってる。取られます。さあ前線へ。右サイド来てますね。いいパスですね。ちょっと伸びてしまいました。いやー、いいとこ見てましたね。チャンスを演出できるか。ボールは収まりません。サビアのシュート、ゴール。松本山雅が追いつきます。ワントラップしてシュート、見事でしたね。まあボールをもらう前に事前にちょっとイメージを考えてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。うん、なるほど。さあご覧の通り試合は振り出しに戻っています。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。そうですね。渡ります。スペースを狙います。ここはカットされる。行きたい。縦にボールを送ります。味方上がってきてますね。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。もうあっという間に時間が経ってしまった感じですけど、試合が閉まっているということだと思いますね。守備陣のほんの少しの隙にしっかりつけ込んできます。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。はい、決定的なチャンスだった時にここは決めておきたかったと思いますけどもね。うん、そうですね。いいインターセプトですね。先ほどゴールを決めている。こっからラインの裏ですね。打てそうだ。かろうじてクリアです。もう一度中、ここで笛です。1対1、引き分けです。両チームよく戦いました。さあ七海さん、試合を振り返って一言お願いします。松本山雅としては後半しっかりと立て直してきましたね。こういった気持ちの切り替えができるかできないかで大きく結果が変わってきますからね。大切なことですよね。はい、ありがとうございます。